どうもこんばんは、金城クリストファー辰樹です。まあがよ知ってるみんな。今日も張り切って頑張ろう、イエーイ。そんなキャラだったっけ。そうだよ。いざおだいまよろしくお願いします。お願いします。あ、何ですか。はい、来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、5月17日日曜日ですね。琉球国祭り太鼓の、自主イベントマイインスピレーションという題名で、はい、行うこと、沖縄市民会館の大ホールで行うことになってます。いいね。どんなイベントなんですか。はい、私たち琉球国祭り太鼓は創作 芸能の一部なんですけど、若い者がこれからどんどん活躍していこうっていうちょっと期待を込めて、今若い者だけでステージを作り上げている、ちょっと新しい公演になってます。今までとはちょっと違うようなものを見せれたらいいなと思って頑張ってるんですけれども。いいですね。今までの琉球国祭り太鼓のファンだけじゃなくて、ぜひ新しく見てみたいという、はい、新しい息吹を感じている。はい、そうですね。ぜひ、もうチケットまだまだ、プレイガイドも、ミュージックタウンさんと、E プラスでもチケット売ってますので、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは午前の夜絶対ラストディー。イエイイエイ、行ってきましたよ。久上総理、ありがとうございます。いいですね。沖縄市観光協会局長、はい、今日よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。しかしイケメンすぎるでしょ。照れるな。いやいやいや、俺じゃない、俺じゃない。自己紹介をしていただけますか。はい、まあ、知らない人たくさんいると思う、まだ。はい、今期から SC 琉球に加入しました、金城クリストファー辰樹です。よろしくお願いします。コサはほら、コンベンション、スポーツコンベンションシティを宣言してるわけですよね。はい、で、FC 琉球もちろん応援してるわけです。はい、ね、局長ね。はい、局長はさ、もうサッカーずっと好きじゃない。そうですね。はい、韓国界やりながら、はい、FC 琉球が今 J3 この仕事もよりつきますよね。そうですね。沖縄市がホームタウンになったので、FC 琉球の。で、自分の趣味とその仕事が、もうリンクしてるので。これちょっと食べてもらっていい？あ、OK です。いただきます。どうですか？最高。和牛のカルパッチョ。そう、和牛のカルパッチョ。下かもそうだけど。いただきます。うまい。二人のお付き合い結構長かったりするの？あ、だから小学校の時に、あの敵のチームだったんだけど、僕は FC 合わせの監督で、彼は山内 JFC で、なるほど。もうその時からもうスタープレイヤーだから、キーマンクリスを潰せという。怖かったですね。その合わせの選手に対する崎山さんの態度だったり、顔だったり怖かったですね。でも話すと、ちゃんと話してくれたり、優しいです。いやいや、だからそれも戦術の一つ。怖いっすね。相手チームの選手をビビらすというね。日本代表とは言わずにね、ワールドカップのピッチに沖縄の選手が立つっていうのが僕の夢でもあるし、だからアカデミーに行った時はさ、来るぞ来るぞ、ドイツ行った、来るぞ来るぞ、そういう頑張ってるところを子供たちがきっと見てると思うんだよね。そうですね。やっぱ頑張れば絶対結果ついてくると思うんですよ。今頑張ってることなんですか、局長。え、今頑張ってること、今あれだよ、夜中の2時にステーキ食べてるとかそういうことじゃないの。さっき聞きましたね。今頑張ってること、犬の散歩。バタの依頼は。かっこいいな。ちょっと。何？ウサガミソウレで持ってきてよ。だよ、クリス。超イケメンなんだけど。クリスをウサガミソウレで持ってくるわけ？恐ろしいね、あなた。彼は鉱山中なんですよ。マジで？はい。これはもう応援しないとダメだね。でしょ。ただね、応援しがいがあるような試合をしてほしいもんだね。あの沖縄市ホームだし、応援したいけど、はい、やっぱり負け試合ばっか続くとファンのこの、やっぱり持たないよね、気持ちも。でもあのスタジアムがさ満員になるっていうのを見てみたいさ。あのバスケットボールぐらいの試合の数 の, あの
何お客さんは入ってるわけよ。ただスタジアムが広いから。あ、そうなんだ。実はいるんだよあのファンは。いやいや、もちろんそれは分かるけど、ちょっとハードルが高いわけよ。だからもうちっちゃいあのサッカー場でやればいいんじゃない。そしたらもうさ、それはサッカーではなくなる。コザの裏側。はい、じゃあ当店ご自慢の小箱の文字合わせです。坂上総理、イエーイ、ありがとうございます。おっと、そして当店ご自慢の風平寺になります。こちら日本酒になってまして、こちらがパリの三つ星シェフに認められた。パリで、はい、なってますね。こちらフルーティーな味わいの日本酒になっております。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介お願いします。はい、FC琉球18番、ミッドフィルダーの友利喜一です。よろしくお願いします。友利選手、はい、よろしくお願いします。はい、ここさ、雰囲気すごくない？いや、すごいっすね。ここ来たことある？いや、あの、同じ系列のお店は来たことあるんですけど、このお店は初めてです。この合わせの初めて、はい、すごい、大きな感じ。すごいね、はい、これ大体何名ぐらいキャパ入ると思う？何人ぐらいだろう？これさ、200だ。へぇ、すごい。見てこのライブキッチンもさ、なんかさ、後ろではさ、なんかモニター映して後ろの席も見えるらしいよ。へぇ、すごい。残ってますね。残って、これさ、俺共通点見つけたんだけど、はい、FC リークのサッカー選手も見られてるわけよ。あ、こっちもある種選手じゃない。あ、なるほど。そうそう、結果出してるわけ。美味しい料理を作って、もう見られてるよ。二人もこれからも今後見られていきますよ。頑張ります。結果を出して、ね、結果出すためにあれ食べちゃおうか。いや、いただきます。トモリ選手、はい、あ、美味しいです。もうなんかサッカーどうだね、本当にね。あのさ、えのき、うん、これさ、自分でちょびちょびして入れるわけ。で、まあお好みで味付けして食べるんだけど、あれなんかまたそのうち、あの、育てたら入るらしいよ。そうなんですか。今日、あの、クリス持って帰っていい。うん、うん、うん、すごい。あ、これはうまい。うまいね。はい。リフティングとかってあるさ、はい、あれ何回ぐらい連続でやろうと思ったらできるの？今すか？今。かな、1万ぐらい頑張ったらできるかもしれない。1万？いや、わかんないですよ。まあ、集中が続いたら、はいはい、30分ぐらいですか？動き続けない。そんな行くかな？そんぐらいですかね。1万。6年生の時に3000回行ったんですよ。すげえ。それ以来、数えてないんで。うん、FC琉球の試合を見て、小座の街を一緒に飲んで歩いて、でまた試合に来て、でもいい酒飲みたいさ、みんな。いい酒飲ますためにはどうした方がいい？勝ちますですよ。それしかないですね。打ってから先に行ってよ。先に行ってピッチ上で、ね、関係ないんです。関係ない。小座の裏側、すごかったよ。いぶし銀次郎もそうだし、うん、あと池下の銀次も、うんうん、あそこ全然予約取れない。あの、あそこのスタッフさ、うん、見てたらすげえ面白いよ。何？アイコンタクトで仕事してるのが見えるわけで、とってもいい、なんだろう、コンビネーションというか、うんうんうん、これでチームワークできてるんだ。チームワークできてる。2人選手、トモリ選手もそうだけど、はいはい、あなかのあれだよ、パスワーク見ときなさいって言ってたもん。勉強になるよ。宮島さん、サッカーしたことあるの？サッカーないです。ないよね。結構ちょいちょい上から目線的な感じだけど。サッカー選手初めてお話ししましたけど、うん、やっぱりね、上目指してる人はさ、やっぱ憧れちゃうな。男目線で見ちゃうとさ、やっぱキラキラしてるよね。キラキラしてるよ、うん、あと足りないのはね、また小座の裏側、うさがみそーれー。ありがとうございます。マスター、これはもうおでん、すごいね。ピアゴン商店の一番人気のお任せでございます。あ、すげえ。これはなんで別になってるの？これはあの、骨付き鶏ももなんですけど、うん、手びちが苦手な女性のために。なるほど。鶏を5時間ぐらい炊いてますんで、ホロホロ鶏って言います。じゃあ食べた後また中の町ホロホロしないといけない感じ。なるほど。一気でどうでしょう、トモリ選手。出汁が染み込んでます、うん、大根にも。ほんと甘い。 OK、 カットします。ありがとうございます。はじめさ、俺今日さ、男子、まあ、いくらサッカー選手とはいえ男ばっかりだなと思って、局長はじめね、はい、でもいいね、男子。いいっすね。はしご飲みも悪くないっすね。いいっすね、まあ、男子の方が。男子の方が話しやすい。それはそうでしょ。深いっすね。それはそうでしょ。いや、ほんとになんか嫌味っぽいんだよな。モテるからどうぞ。モテない、モテない。モテるからね。いいね。うん、
ああ、ホロホロ言ってます。ホロホロ言ってますか。クリス、クリスはどう？ホロホロ言ってます。ここは甘いだろ。せっかく俺共演したから今日、はい、もうひいきで2人多分これから試合見るはずだからさ、はい、まあ見に現場で見に行ったり新聞で見たりとかしたときに全然ダメじゃんってならないようにぜひここでスタジオのミキトニーですねメッセージをいただいてもいいですか。はい、はい、ミキトニー、FC 琉球18番小森喜一です。27番金城栗澤辰樹です。僕らが今年 FC 琉球を盛り上げていきたいと思うのでぜひ、ミキトニーさんもスタジアムに来て、応援よろしくお願いします。お願いします。本当に大好きなんでしょ。はい、もう某ラジオ局の某ラジオ毎日聞いてるんで、うんうん、本当に、はい、普段もあれあいつあんなだったらどうなの。隣見たら疲れるかもしれない。小田の裏側。この街は全然変わんねえなとか言ってる間に俺らは年を重ね大人になったようななりきれないようなやりきれないような心の葛藤はもうでもさ、一緒にいたら疲れそうっていや本当は疲れたいんでしょ一緒にいてなんだよ。いやちょっと合わしたいわ。あ本当に、うん、いやでもありがたいねラジオ聞いてくれてるんだ、うん、嬉しい。クリスはね、うん、よく分かってなかったあのググってたググって上切ったんだ、うんうん、糸数ミキをググってました彼は俺もうさ勝負しようと思って勝負、うん、あの FC 琉球のスタッフに、うん、ちょっとあの筋肉番付的なちょっとあの 20m 走おー、うん、20m 走だったらこういけぐるかもいけぐるかもいやこれから挑戦させてください。え私もやりたい。あ本当、うん、お 何やるピッっていうの。あそういうかわいい。もう一回やってもらっていい。ピッありがとうございましたでもなあ、すいません新人の宝くんです。あすいませんよろしくお願いします。メールが、はい、小座の裏側ご担当者様お世話になります。硬いねなんか。沖縄市役所建設部道路課で整備を進めておりました市道国税庁西側線が3月29日日曜日にいよいよ全面開通いたしました。これなんだ本当だねこれね。場所は小座地区では延長は 1.6 キロあります、はい、そのうち346メートルは小座大橋になっておりまして、はい、沖縄市で一番長い橋になります。お今後沖縄市ではこの規模の新設道路はほぼないと思われますのでぜひ取材いただきたい。沖縄市から来たらやないかい。 ありがとうございます。ありがとうございますもっとあのフランクでいいですよ、うん、何このビジネスメールいいですね。あやっと番組が始まってもう沖縄市から初めてメールが、ね、初めて来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。この方は小沢ら見てくれてるんでしょうかねこの方はですね多分ここに来て飲んだことありますね。あ本当、確かきっとマジで、うん、でもすごいね346メートル。沖縄市で一番長い橋。でも沖縄市そんなに橋ないでしょ。イメージない橋イメージゼロやねゼロだよね。え他にある何がある橋ないよ来てますよ小座まで。何がこの小座ウェブを見ておお今日の放送のジングルに出ていた、まあ、おじさまおばちゃまがね、うん、あの来てて何しにあどうして来たのって聞いたら小座の裏側見てきました。その時俺さあのこのディレクターとさもう変でむちゃくちゃななんか音で遊んでたの、はいはいはい、そしたらライブ見に来たって言うからはぁと思ってあれがいきなりさ名刺もなんかスタンドバイミー的なの歌えええみたいな振りよでどっか行くわけで俺だけウェンザーナイこの人たちこれ見にわざわざ小座に来たわけ。ごめんね、申し訳ない、ね、そしたら小座浦見てるって言うからもうそれからずっと MC 小座浦宮島新人なったわけだ。そうそう東京から小座の街が好きって。うわ嬉しい、嬉しいね、
またぜひ皆さんいっぱい遊びに来てください。ね、中央パークアベニューまで来たらね、うん、タイミング合えばいますよ僕ら。そういる、全然いる、ね、この前もね、シーゲさんと3人で飲みましたから、ね、飲もうぜ飲みましょう。